大熊沢衣装銀河2は、大熊座にある、Y 小大円大銀河である。2006年にスローンデジタルスカイサーベイのデータから発見された。太陽から約3万パーセクに位置し、約微遅く116キロメートルの速度で向かってきている。楕円型で高度が半分になる半径は、約140%パーセクである。大熊沢衣装銀河2は、 銀河系の共銀河で最も小さく暗いものの一つであり、高度は太陽高度の約4000倍で大部分の球状星団の高度よりもずっと暗い。さらには銀河系内にあるカノープスのような単一の構成でもこの銀河よりも明るいものもあり、オリオンザガンマ星と同程度である。しかし、質量は約五百万太陽質量であり、この銀河の質量高度比は 約2000となる。ただし、この銀河はいくらか不規則な形で、超積破壊の過程にある状態であり、これは過大評価である、可能性もある。オーグマザー愛称銀河2の構成には、少なくとも100億歳の古いものが多い。これらの構成の金属量は、FE、H、H-2.44 プラスマイナス0.06と低く、重本その量が少なくとも、 太陽の300分の1以下であることを示している。大熊沢衣装銀河2の構成は、おそらく宇宙で最初に形成された構成の一部である。現在、この銀河では、星形成は行われていない。また、これまで中性水素原子は検出されておらず、存在するとしても上限は562太陽、質量である。ありがとうございます。